水野智彦は、日本の政治家、歯科医師、東アジア共同体研究所特別研究員、衆議院議員、減税日本政調会長などを歴任、情勢歯科大学卒業、千葉県勝浦市に水野歯科医院を会員。2007年、無所属で、千葉県議会議員選挙に、勝浦市、泉郡選挙区から立候補するが時点で落選。 2009年8月、民主党公認候補として、第45回衆議院議員総選挙で、比例南関東ブロックに立候補し、当選。小沢一郎に近い議員とされ、陸三会事件で、強制起訴された小沢が、党員資格停止処分を受けたことに反発した15人と、共に、2011年2月17日に、院内会派、民主党、 無所属クラブからの離脱届を衆議院に提出し民主党政権交代に責任を持つ会を結成したが、党執行部は離脱を認めず衆議院事務局も会派から離脱届が出ていないために重届になるとして新会派を認めなかった。2月28日、民主党は水野が都合により予算委に出られないと申し出たため衆議院。 予算委員会委員を水野から柳田和美に変更した。水野が2011年度予算案に反対する可能性があり、採決での増反に備えた措置とみられている。3月1日の衆議院本会議の予算案採決は欠席した。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、 当企業団体対策副委員長の辞表を提出し、4月23日の党役委員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出されたが、翌日になって与党に残って、 社会保障政策全般に携わりたいためとして、離党届を撤回し、政策をやりたい気持ちを忘れていた。申し訳ない。慎重であるべきだったと陳謝した。民主党は7月3日の常任幹事会で、党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で、正式決定した。その後減税日本に入党するものと見られていたが、 9月20日に、産経新聞の取材に対し、記者会見も離島もないと一連の蔵楽井について否定した。10月29日、消費増税の修正をお願いしたが、進展もなく、挫折感を感じたとの理由で、熊田厚次と共に、民主党に離島届を提出。離島届が受理されない中、減税日本は、水野と熊田の合流により、 政党要件の所属国会議員5人を確保できたとして31日に政党届を提出。11月21日、民主党は水野ら13人を除名する処分を決定。12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、日本未来の党公認候補として愛知6区から重複立候補したが、 選挙区で敗れ比例での復活もならず落選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に千葉13区から希望の投稿人で出馬したが自民党の白須賀高木に敗れ落選。比例復活も叶わなかった。得票数が2番目だった立憲民主党の宮川真は比例復活で初当選を果たした。ありがとうございます。